こんにちは。あなたが私を呼び出すなんて珍しいですね。それで何事ですか？理由によってはあなたに人とのコミュニケーションについて教育が必要になりますが。誰のですか？私の。よくわかりましたね。褒めてあげます。それでどう私の誕生日を祝うのですか？まさか言葉だけで終わらせるつもりではありませんよね。これはプレゼントですか？ちゃんと用意していたんですね。初めて会った頃よりも着実に成長しているようで何よりです。中身よりもあなたの気持ちに私は喜びを感じていますよ。大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが、存外嬉しいものですね。さて、まだまだ私を祝ってもらいますよ。当然です。一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。ありがとうございます。今日が私の誕生日だと知っていたのですね。これは万華鏡ですか？あなたが自分で作ったもの？そうですか。大切にしますね。祝ってくれたことはもちろんですが、あなたがこうして自分で誰かに贈り物をできるようになったのが、私にとっては何よりのプレゼントですよ。よく頑張りましたね。大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが、存外嬉しいものですね。さて、まだまだ私を祝ってもらいますよ。当然です。一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。あなたにですか？ありません。一体どういうつもりですか？あなたに施すことはあっても施されるような覚えはありませんよ。なるほど、そういうことでしたか。少しだけ驚きました。私の誕生日を祝うならできるだけ簡潔にお願いします。ともあれ、気持ちはありがたく受け取っておきますね。ありがとうございます。大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが、存外嬉しいものですね。さて、まだまだ私を祝ってもらいますよ。当然です。一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。